中川文一は、京都府出身のバスケットボール指導者である。田辺中でバスケをはじめ、京都城南高、東京教育大で選手として活躍。卒業後は指導者に転じ、1971年、ユニチカ宇治のコーチに就任。日本リーグ2位、オールジャパン3位の成績を残す。1976年、シャンソン化粧品の監督に就任。 初年度で全日本実業団バスケットボール、競技大会初優勝となり、翌年の日本リーグ昇格を決めたほか、国体にも静岡県代表として出場し優勝。その後2003年まで指揮を取り、その間日本リーグ W リーグ優勝14回、オールジャパン優勝10回を誇る競合にまで育て上げた。1990年からは全日本女子のヘッドコーチも務め、 20年ぶりの五輪出場となる1996年、アトランタ大会へ導いた。世界選手権も二度出場。1999年、シドニー大会を逃し代表ヘッドを辞任。2004年、富士通レッドウェーブのヘッドコーチに就任。2006年オールジャパンで、初優勝。2007年も二連覇へと導いた。リーグ戦でも2007から08に初優勝。を あげるなど富士通を競合へ育て上げた。2006年までシャンソンのヘッドを務めた、リ・タマジは2003年まで富士通のヘッドを務めており、2004年に中川と入れ替わる形となっていた。2006年のオールジャパン決勝は、その両ヘッドの対決となった。2009年、10年ぶりとなる、女子日本代表のヘッドコーチに復帰した。なお、 ナショナルチームのコーチは2009年より専人となるため2007から08シーズンを最後に富士通コーチは退任が確定した。専人コーチは2001年から2002年までの北原、範彦以来だが、北原の場合は2001年に第一官銀が廃部となったためであり、就任時から専人は中川が初となる。2大会ぶりの世界選手権出場へ導いたが、 2011年のアジア選手権でロンドンオリンピック出場権を獲得できなかった。責任を問われ、事実上の解任となった。2012年、トヨタ防食サンシャインラビッツ HC に就任。2021年退任。その後、アイシンウィングス HC 就任。ありがとうございます。